こんにちは。こんにちは。こんにちは。いや、とうとう来ましたね。はい。とうとう来ました。何が来た？いや、今回はね、うん、もう結構ほんまにずっとコメントをタイミングタイミングでいただいてて、うん、でもまあ、あのゆきちゃんが北海道に帰ってたのか、うんうん、でまあ、北海道出身の大アーティストということでゆきちゃんをあの待ってますと俺コメントもちょっとゆきちゃんが帰ってからさせてくださいってリションとかさせてもらったりしてて、うん、やっとも、うん、ゆきちゃんの試合かもしれないっていう可能性はゆきちゃんの大先輩やな大先輩あの以前さ、中島みゆきさん、うん、もうゆきちゃんの大先輩ね、そんな知り合い、北海道、うん、あーじゃあ、あれだね、うん、サブちゃんだあ、そうか、え、北島三郎さんも北海道だった？あれ、北島三郎さんは北海道だったと思うあれ、曖昧やな、でもまあ俺の中では、その、中島みゆきさんと、うん、今回のアーティストの方が、うん、もう北海道といえば、なるほどねっていうね、うんでも名前がですね、はい松山千春さんです。松山千春さん、うん、初めて聞いたっけ、うんうんうん、そうか、うん、まあ、そうか、初めて聞いたか。何やねん、そんな話ですね。いや、でももう大スターですよね。そうだね、スターだね。結構有名、日本ではもう。かなりな。かなり有名。かなり有名やし、うんまあ、YouTube でそう改めて見てんやん。うん俺結構玉置浩二さんの同じぐらいの衝撃っていうか、うん、俺そう結構やばいなってなった、うん、ちょっと期待値ちょっと高めていいか高めて全然いいな全然、うん、なるほどねそうでまあ今日は、3曲、うん、めっちゃあんねんでコメントでもほんまに結構いただいて、うん、まあどういう曲いただいたかっていうのはちょっと紹介するけど、うんうん、今日はまあ3曲にさせてもらおうかなっていう感じだけど、うん、活動期間は70年代から80年代、うん、そう、76年、うん、昭和うん76年からゆきちゃんもまあまあ知ってる、まあ、曲としてそうだね、うん、やっぱ曲はね、うん、なんか北海道といえばみたいな感じの曲があるからそうやね、それをまあ、あの1曲目にあっていうのも年代順、年代をって今回もね、紹介させてもらおうと思うんやけど、うん、その曲が77年に発売された曲、うん、77年、うんうん、で、この曲が俺もその一番やっぱり印象強くてなぜかっていうとこの曲があのさ醜いアヒルの子っていうドラマあったん、うん、俺見ててんそのリアルタイムで小学校低学年の時に見ててでその主題歌が君を忘れないっていう曲なんやけど今から聴く曲はまた別なんやけどそのドラマの挿入歌なんやけど俺の中ではもうそっちの方が強くてイメージが、うん、でこれがそのさだまさしさんっていうさ、うんすごい大物歌手の方の北の国からっていう曲と、うん、並んでこの北海道のご当地ソングというかそれそう、ね、北海道といえばこの曲っていう感じやね、うん北の国からって俺聞いたことあるぞうんあ そ, うやろ、それも、うん、多分知ってると思うからまたさだまさしさんもほんでコメントかなりいただいてるから、うん、俺もまたあの取り上げさせていただきたいんやけど、うんはい、これがもう北海道といえばのその曲の一つ、はいね、じゃあゆきちゃんの故郷のそういやほんまにそうやで僕を思い出しながら僕もね、北海道を思い出しながら、ね、果てしない大空と広い大地の中でいつの日か幸せを自分
時代大空と広い大地のそのまま羨ましかったの俺これ聞いてる玉木さんもそうですね幸せを自分の腕で掴むよ自分の腕で掴むミュージみたいな感じだね。なんか歌い方もそうやし。いいね。もうまあ見て分かる通りザやっぱ昭和の男って感じやな。そうやな確かに。男男してるというか、うん。それもそうやけどなんか韓国の、うん。トロットっていうジャンルの音楽にめっちゃ近い感じするけどね、うんうん、あ、その演歌、韓国の演歌って言ったそう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 、韓国のなトロットとめっちゃ似てる、うん、思い出すような感じなんか音色もそうやし、なんか歌い方もまあこんな感じやんか、韓国のトロットってで聞いて、そういうトロットと近いかなっていう印象をめっちゃ受けたわ、これがもう北海道といえばっていう曲、うん、この曲自体がね、この曲はね、かそうか、玉木さんも北海道出身か、うん、そうなでもそれ考えたらやばいな、北海道玉木さん、中島みゆきさん、うん、松山千春さんに北島さんちゃん、それでゆきちゃんいやいや、そんな女の中に、ね、入れないで肩に狭すぎるやつに入ったらなえちなみにこのドラマ見てた？ゆきちゃん見てなかったね、うん、俺もそれの印象がすごくてさ、時矢田子さんが出てるやつ、そうやね、時矢田子さん出てるし、あの人、うん、あの主人公の人は、うん、あの人なんて名前やった、ガースケやん、ガースケ、ガースケ、ガースケ、名前何やったっけ、やばい、あの人の名前ど忘れした、こっちでポンって、ポンってごめんなさい、出してくれいやばい、ほんまって忘れ、俺大好きやねんけどな、その人、うんうん、そうで、まあじゃあ2曲目いきますね、うん、はいということで、1980年の恋っていう曲なんやけど、恋、これね深いな、恋って深い、うん、深い深いというかね、もうこれもほんまにあの昭和の男のラブソングって感じがするな、男のというか、うん、まあ聞いてもらおうかな、うん、ちょうだい、いやさっきの曲、あのなんか数年前、4年ぐらい前だっけな、なんか飛行機がさ、あの北海道に行く、うん、大阪からの飛行機だったから、なんか止まっちゃって、うん、なんかすごい、うん、乗客がすごい、あの1時間ぐらい待たされちゃったらしくて、うん、離陸がね、うん、1時間ぐらい遅れて、なんかすごいもうピーピーしたムードの中、うん、松山さんがそこに居合わせてて、うん、乗客として乗ってて、うん、ちょっと歌わせてくださいみたいな、うん、やばなんか、あのね、キャビアトレンダントで、うんうん、のマイクでそれで歌ったの、うん、すごいな、うん、みたいな、ちょっと遅れてすいませんみたいな、ちょっとあの声すぎるやろね、ここで歌うのでって言って、うん、ちょっと場を和ませたっていうか、和むレベルちゃうやん、いやそうさ、みんな感動するよねめっちゃラッキーやん、むしろそうそう、それね、ニュースで、その今のだあれ今の曲歌ったってこと、うん、そうそう、この曲恋っていう曲、今のそうそう、いやすごいなって、やっぱそうサービス精神がすごいあるんだよね、うん、いやほんまそういう感じだ、そうで今からその見せるこの映像が、まあ、恋っていう曲なんやけど、うん、このダウンタウンのさ、これヘイヘイヘイやったっけ、うん、そうヘイヘイヘイやんな、そうヘイヘイヘイの映像で、うん、このもう23分かあるけど、うん、これまたゆっくりね時間があるとき見てほしいけど、うん、もうパーソナリティがね、うん、もうほんまになんていうの、面白いね、豪快やし、ビッグマウスやし、うんうん、それこそ北島サブちゃんのこともちょっといじったりすんねんけど、めっちゃ保護者やんでも俺が紅白出ないんやけど、その理由とかも喋るんやけど、うん、なんか俺が出たら取りに決まってるみたいな、うん、なんかもうそうそう、そう、ね、もうすごいビッグマウスなんやけど、もう全然嫌味なくてというか、まあ、実際実力も伴ってるからやろうけど、うん、もうすごい面白い人やな、面白いよね、俺この映像機能だから見て、もう全部見たもん面白すぎて話が、うん、
じゃあ曲聴きましょう。はい、ちょ、あの恋です。うん、恋。そのダウンタウンとの掛け合いなんてすごい面白いだよね。愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない、部屋の明かりはつけて。女性の気持ちっぽい歌詞やね。鍵はいつもの下駄箱の中だけど、今度は本気みたい、あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと。この曲知ってる？やんな、やんな。それでも恋は恋。わお、それでも恋は恋です。かっこいいこと言うんですね。これが扱う。今度生まれてくるとしたなら、やっぱり女で生まれてみたい、だけど二度とヘマはしない、あなたになんかつまずかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋、それでも恋は大名曲やな。これも超有名やね。これカナダさんで聞きたいな。カナダさん俺好きかもしれない。あ、マジで？1曲目より好き？1曲目より全然好きやな、こっちの。あ、マジか。まあでもそうやな。うん、なんか、いい曲やな。めっちゃいい曲。弾き語りがいいよね。なんかその、この映像を見てて特に思ったけど、この普通にさ、バラエティの番組で喋ってるその人柄と、こう歌うと甘すぎてさ、声とかなんかスイートな感じでさ、もうそのギャップが、ギャップがね、確かにめっちゃあるで、あるね。でもなんか最初の映像、まあ映像では結構なんかフリーな自由人みたいな感じだったから、これそういう性格かなっていうイメージ、そうイメージはついた。なんかね、そう見て分かったなと思った。確かに、なんか歌い方と、なんかそうやって最後のなんか仕草っていうか、そういうのを見て、かなり多分この人面白いかもしれない、いい性格かもしれないっていうのはめっちゃ伝わって、でもこれだけ多分見てたら多分コウジみたいな感じで結構普通に甘いとかなっていうぐらいしか多分想像できんかったと思うけど、で俺ちょっとなんか調べたら、これなんか本人となんかデュエットのやつもあるもんな、この恋の曲。あ、そう、あの、あの木村拓哉さんの、あの、あ、知って、そう、石川さんとなんかデュエットで歌う。めっちゃ良さそう。面白さそうやな。あって、なんか韓国語で調べたらそっちの方がなんかめっちゃ出てきて、やっぱりその工藤静香さんが有名やから、そう、有名やから、そのデュエットがめっちゃ出てきて、なるほどね、みたいな。だから、それ、まあそれもね、機会があればね、俺ちょっと見てみたいな。いや、この曲はまあほんまに、あの男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれてっていうところがすごい昭和を感じる。最近はどうですか？最近はどうですか？はい、俺はもう待ちくたびれてる。俺はそういう昭和の男に憧れてこういう曲ですけど、かっこいいなって。でもほんまに思う、そういう男らしさというかさ、なんかドンとしてる感じというか、破天荒な感じというか。韓国やったらありえんな、こういうの。
そうだよね。男がいつも巻き込まれくだびれてるっていう感じだな。あ韓国の絶対。そうか。うん。最後の曲いこうか。はい、3曲目。まあ松山千春さんのイメージってこういうさ、この2曲みたいな感じでフォークソングというか、うん、こういうゆったりしたさ、で、最後の曲は最後の曲はね、結構なんていうの、もっとこうポップな感じというか、うんうん、アップテンポか、うん、曲なんやけど、長い夜っていう曲で、長い夜、うん、なんかでもこれももともとはね、本当はこういうゆっくりした楽曲やったらしい、最初できた時は。いいやめっちゃ。スイッチ変わるね。やっぱりセンス一緒やな。81年、うん、最初の曲とはそこまで、うん、まあ一応あれがないかって感じか。最初の曲が77年、うん、4年後か、うん、そうで、この曲もなんか最初出来上がった時は、うん、なんかフォークソング風、その松山千春さんっぽい楽曲やったらしいんやけど、うん、ギタリストの松原正樹さんっていう人が、うん、エレキギターこれ担当されてるんやけど、うん、そう、その人がこういうテンポの曲でしたらどうっていうことで変わったらしいね、その曲完成した時には、うんうん、で最初なんか会社事務所的にもそのちょっと反対だったらしい、ね、シングルで出すにはなんか松山千春さんの色じゃなさすぎてというか、うん、でもこれ大ヒットしたらしいよ、うん、全然似合うけどね、うん、なんか、うん、全然いいしね、本人も予想以上にヒットしたらしい、うん、そうなんだ、うん、なるほどね、イメージ変わったね、うん、そう、イメージ変わった、まあ、今回は3曲これ大名曲ばっかりで絞らせてもらったんやけど、ほんまにたくさんコメントいただいて、うん、その中で空翼を広げてっていう曲とか、うん、めっちゃ良くて、まあ、それほんまに紹介したかったんやけど、うん、そうだね、季節の中で銀の雨、うん、旅の空からとか、まあ、ほんまにいっぱいコメントいただきました、うんうん、ありがとうございます、また第2弾、うん、関係して
していきます。さらに。さらに。今日はこんな感じかな。うん、なんか言い残したこととかありますか。言い残したことはね、第2弾第3弾に撮ってるから。あるよ、言い残したことしかない。あ、楽しみだな。楽しみやな、うん。もっと北海道盛り上げてください。あ、そうや。いや、ほんまに北海道出身っていいだなって思う俺。それじゃあ大阪の一品。いや、大阪大阪魂がやっぱあるからね。あ、屋敷隆人さんか、今思い出した俺。なんか、あの市内とかも屋敷隆人さん。そうだね、対抗して、うん、じゃあ北海道に対抗してください。同じぐらい色強いからな。そうだね、うん、ということで、まあこんな感じだね、うん、じゃあ、今日はしゃべりさ、かんだんだ今日は今日もやな今日もやなチャンネル登録、いいね、コメントお願いします。くどう、ちょわよ、ふたけよ、とまよ。